こんにちは。今日は、アガベのですね、データベースを作りたいなと思っておりまして、タイトルアガベデータベースということになっているんですけれども、まあ私がですね、アガベを始めて結構経ったって言ってもまだ1年半とかそれぐらいなんですけど、ある程度自分の持ってる株がですね、育ってきたものがちらほら出てき始めたので、アガベの、まあ、いわゆるネームドというやつですね。ネームドのアガベってこういう形なんだよっていうのを、まあ、初めてアガベに触れていただく方に、あ、このネームドっていうのはこういう形なんだっていうのを知っていただくための、まあ、そんなような動画となっております。なので、このネームドはこういう特徴があるんだなとか、そんなものを、感じ取っていただいて、あ、私はこういう系のアガベが好きなんだなとか、あ、このネームド、次買いたいなとか、そんなような感じで、参考にしていただければなというふうに思っております。ただですね、私の方はそんなにたくさんの種類を持っているわけではないので、そうですね、皆さんが、まあ、あれも見たい、これも見たいっていうところはあるかなというふうには思うんですけれども、まあ、自分が持ってる株の中で、とりあえず、持ってるものを、まあ、ご紹介させていただいて、あ、こういう感じなんだなっていうところだけ見ていただければなというふうに思ってます。まあ、できればですね、もう自分が持ってないやつでも、たくさんもっと紹介したいんですけれども、まあ、もし、このね、企画に賛同いただける方がいらっしゃいましたら、まあ、株のお写真なり動画なり送っていただけると、もっともっといろんな株を紹介できるんでね、そういうこともやりたいなというふうには思っておりますが、まあ、一旦今回は自分が持ってるものだけで紹介させていただければなというふうに思ってます。あとはですね、自分が持ってる株といってもですね、まだまだ成長しきってないものもたくさんあるし、今持ってるやつでも、まだまだこの先、もっともっと、大きくなったりとか、もっとかっこよくなったりするものも多いので、なんていうのかな、この株はこうなんだなっていう感じの、まあ、成長過程の一種というふうに思って、見ていただけると嬉しいかなというふうに思っております。はい、ここに今あるのは、まあ、一例なんですけれども、結構、なかなか大きくなってきたんで、ようやく皆さんにちょっと紹介できるぐらいの大きさにはなってきたかなというふうに思っておりますので、見ていただけると幸いです。では早速やっていきましょう。はい。はい。一つ目の株はシーザーですね。シーザーの特徴はですね、なんといってもこの巨子のですね、暴れ具合と言ったらいいんですかね。結構そのサイドの巨子とか、トップとかですね、割と他の株と比べてかなりうねうねしてるんですよね。というところが特徴で、あとは葉っぱの枚数が多くなればなるほど、密度が増していってかなりみちみちに葉っぱが展開していって結構ギュッと締まったボール型になるというところが特徴になります。まあ、私もすごく大好きな株の一つなので、ぜひぜひこちらはまあ、持っていただきたい一株かなというふうに思っております。全部で私、4つ育てておりまして、その中の特徴的な2つを今回ご紹介させていただいてます。こっちがちっちゃい株ですね。これが大体どれぐらいかな？多分、まあ、1年は経ってないかなというふうに思うんですけれども、こちらの小さい株でもかなり、形が整っていて、非常に綺麗な形になっていますね。はい。本当にバランスが良くてですね、バランスもいいのに、いかつくてかっこいいという、そんなような株でございます。で、こっちは、だいたい、1年と、どれぐらいかな、8ヶ月とか9ヶ月とか、それぐらいですかね、育てる株で、結構大きくなってきました。だいたい今、直径で言うと12、3センチぐらいかな。この鉢のサイズが、10センチの鉢なので、ちょっとそれははみ出てるような感じになっております。で、葉っぱもですね、結構肉厚なタイプで、肉厚な葉っぱに対して、まあ葉っぱの長さですね、葉っぱの長さも短くて、丹波。で、とにかく枚数が多くなってみっちみちになるっていうようなところが非常に特徴的な株になっております。
まあ、これはですね、本当育てやすい株の一つになっているので、ぜひとも、皆さん育てていただけたらなというふうに思っております。めちゃくちゃかっこいいですよ、本当に。こんな感じ。これがシーザーになります。続いては、赤猫になります。赤猫というのはレッドキャットウィーズルという品種ですね。まあ皆さん愛称で赤猫というふうに呼んでる方が多いですね。で、赤猫の特徴としては今ここに4株あるんですけれども、まあ、挙手の形を見ていただくとすごくわかりやすいかなっていうところになります。まあ、どんな感じかっていうのがなんとなく、なんか見ていただくとわかるかなとは思うんですが、結構これを言葉で表現するのが難しくてですね、赤猫特有の挙手の形みたいな、なんて言ったらいいんだろうな、これはこういう形の挙手をしてますよっていうのが赤猫さんでございます。はい。で、特徴としてはまあ本当挙手の形を見ればあすぐ赤猫だなっていうふうに分かるような、分かりやすい形をしてるんで、そうですね、まあこれを見てくださいっていうふうに思っちゃうんですが、結構ちっちゃい頃からですね、特徴が出やすい株になってます。なので、最初から、まあ最初からって言ってもどうかな。数ヶ月経ったらもう楽しめるというような、そんな株でございますね。ここには今、4株、お見せしてるんですけれども、私赤猫大好きで、どれぐらいだろうな。本当10個ぐらい持ってますね、赤猫だけで。もうちょっと持ちすぎやろっていうぐらい持ってるんですけど、まあそれぐらい大好きな品種で、たくさん育てております。はい。こんなにね、ちっちゃくても、これ今6センチ角の鉢なんですけど、これでも結構特徴がしっかり出てきていて、すごく、なんていうのかな、本当に赤猫の、ザ・赤猫っていう形の感じの特徴が出ておりますね。今、ここに小株が生えてるんですけども、な感じでございます。特徴なんて言ったらなんか難しいですよね、これ、ほんと。挙手の形がこれっていうのが赤猫だよっていうふうに覚えていただくのが、まあ一番いいのかなというふうに思いますが。そうだね。うん。まあ丹波で、葉っぱの形はやや細長いかな。細長い形の、葉の形をしておりまして、うん。まあこれもすごくバランスがいいですよね。はい。というような感じで、はい、赤猫でございました。なんとも説明がしにくいアガベ。でも、すごくいい品種なので、みんな大人気っていう感じですね。育成のポイントで一つ気をつけることとしては、結構縦伸びしやすい品種ですね。成長してくると縦伸びしやすいので、まあ私も一つ、まあ結構縦伸びしちゃってる株がいるんですけれども、まあどうやったらそうならないのかっていうのもありますし、そうなった後でどうするのかっていうところの二つがあると思っていて、うん、なかなかそれを、うん、こうするといいんですよっていうのはちょっとまだ言えないんですけど、まあそこに気をつけていただくっていう形がいいかなと。はい、そういう注意点がありますよってところですね。この辺のは比較的まだ縦伸びしてない、綺麗に育ったやつなんで、はい。こんな感じでございます。赤猫、レッドキャットウィーズでしたね。はい。続いては、白毛になります。白毛も超人気の品種でして、まあ、アガベのこのオテロイとかね、チタオタっていうのをやってる方にとっては、全員知ってんじゃないかぐらいの、知名度があるような人気の品種でございます。で、今こちらは3株ございまして、そうですね、まあみんな似たりよったりっていう感じではございますが、特徴としては非常にこれも初心者向きかなというふうに思ってまして、すごく育てやすいですね。で、なんといってもこのなんつうのかな、まず葉っぱの大きさがですね、結構横幅に広いんですよね。横幅広いっていう形の、
アガベになっております。はい、横幅広いタイプのアガベ葉っぱですね。わかりますかね。で、これもですね、シーザーと同様にかなり、まあ丸まってくるっていうかボール型になりやすい品種なので、育てるとやっぱすごくかっこよくなるっていうところが特徴的ですね。これは私がちゃんとって言ったらあれだけど、小株から育てた株なんですが、これもちょっと最初の方ね、香料が足りなくて失敗したんですけれども、なのでかなり大味になってきましたが、まあそれでもですね、かなり葉っぱの密度がありまして、なかなか見応えある姿になってきたかなと思っております。はい。まあ葉っぱはね、薄いタイプかな。どっちかというと、薄い葉っぱで幅広でっていう、なかなかあんまりこういう品種って少ないんですけど、なんか、巨種の形はそこまで特徴的ではないように思いますが、ただこの葉っぱの枚数のね、の密度で勝負してるっていう感じかな、この品種は。もう本当にかっこいいかなというふうに思います。めちゃくちゃ、みちみちで、めっちゃいいんですよね。ということで、白芸でございました。続いて、姫源流になります。姫源流はですね、これも、なんていうのかな、巨種の形を見れば、まあ一発で姫源流だなっていうふうに、わかるような、まあ巨種の形に結構特徴があるっていうのかな。姫源流ってこういう巨種の形だよねっていうのが分かるような、すごくオーソドックスなタイプのアガベになっております。はい、こんな感じですね。で、特徴としては非常に、小さいって言ったらいいのかな、まあ、よく海外では姫源流のことドワーフっていう場合もあるらしいんですけど、まあ、かなり小さく育つようなアガベになります。もちろんね、大きくすることもできるんですけど、結構、ちっちゃいのが好きな方には、すごくいいんじゃないかなというふうに思っております。で、丹波で肉厚でむっちりしたタイプですね。はい。非常にいい感じの株になっております。これも私、すごく好きな株なので、姫源流だけでも、多分7、8株ぐらいはあるんじゃないかなというふうに思います。で、こちらはですね、さらに姫源流の中でもさらに、なんていうのかな、ちっちゃい株になっておりまして、これですね、さらにちっちゃい株になっておりまして、もうむちゃくちゃちっちゃいっすよね。こんなに、成長しているのにすごく小さい株というところで、これだけは本当にまあ最高の姫って感じかな。むちゃくちゃちっちゃくて大好きな株になっております。これぐらい、まあどれぐらいなのね、直径で言うと6センチとかもうちょっとあるかな、ちょっとあるかもしれないけど、まあ、葉っぱ一枚一枚がすごくちっちゃくて、めっちゃまとまってる感じですね。この株はなかなか大きくならないので、超自分のお好みの株となっております。お気に入り株。はい。まあ特徴は丹波、肉厚、むっちりという感じの株になっております。あと小吹きもしやすいですね。小株が出やすい品種となっております。続いてはハデスになります。ハデスに関しては、特徴としてはですね、この黒い巨種ですね。先っちょのトップスパインの部分とか、まあ、比較的新しい葉っぱに関しては、結構この真っ黒の巨種が出てくるので、これが一つの特徴かなというふうに思います。あとは、このトップがですね、結構うねうねですね。うねうねぐにゃぐにゃ曲がってるようなトップをしていて、まあ、個体によってはですね、このトップが結構長いタイプもいるので、
すごくかっこいい感じのアガベになるかなというふうに思います。で、葉っぱの枚数もですね、結構少なくてもかなり特徴が、まあ、この、小株に関しては結構出てるんですけれども、なんていうのかな、完全にボール型っていうわけではなくて、結構広がっていくタイプですね。ただ広がっていってもバランスよく広がっていくので、非常にまあ見応えがあるかなというふうに思います。まあこれも肉厚タイプですね。肉厚のタイプのアガベになります。で、こっちの大きいやつは、こちらは結構縦伸びしちゃってるんですけど、まあ、ハデスの特徴っていうか、その育成の注意ポイントとして結構タワー型になってしまうというところがございます。なので タワー型っていうのはもう本当垂直に伸びていくような感じですね。はい、これも結構その特徴が出ちゃっておりますので、ちょっと形としてはあんまりいけてないかなというふうには思いますが、まあ、このしっかり形をね、矯正していっていい感じにしていきたいかなというふうに思います。成長するにしたがってね、まあ、このメラメラとしたこの感じ、こういう感じのメラメラした感じがすごくかっこいい感じになっているので、まあ、これも育てていてすごく楽しい株ですね。非常にかっこいい大人気の品種でございます。はい、続いてはむっちり丹波大部のものをいくつかご紹介させていただきます。こちらはですね、国芸という品種になります。国芸、まあ、先ほど白芸という品種を紹介したんですけども、白芸とはもう全然形は違いますね。かなり、肉厚でむっちりしていて、丹波タイプというところで、まあ、全体的な大きさもやや小さめかなというふうに思いますね。白芸はもっともっと大きいので、まあ、全然結構名前がクジラってついてるだけで全然形は違うというようなものですね。こちらが国芸になります。かなり本当にムチムチしていて、すごく可愛い品種なのでおすすめです。続いてはこちらですね。同じくムッチリタイプなんですけれども、アザラシという品種になります。アザラシ、アザラシは結構名前が複数あるみたいで、フクロウですね。フクロウも同じ、ネームだというふうに言われております。あとは観葉源流とも言われているらしいんですが、いずれもこちらのネームを指しているとのことです。で、こちらはですね、かなりなんて言うんだろうな、本当に肉厚なんですけれども、さっきの国芸よりかは、まあ、まん丸にならなくて結構広がっていますね。これは自分の育て方が良くないのかわかんないんですけれども、今現状こういうような形をしております。これもまあ丹波タイプかなというふうに思いますが、まあ、やや広がるねっていうところで、あとは葉っぱの広さも幅広ですね。どちらかというと白芸のような葉っぱの幅広さがありますね。こういったところの広さのことを言っております。はい、続いてはこちらですね。こちらは、南アフリカダイヤモンド、サウスアフリカダイヤモンドということで SAD というふうに呼ばれております。まあ、それを略して SAD っていう呼ぶ方もいらっしゃいます。こちらも丹波タイプなんですけれども、丹波でむっちり肉厚っていう形の、まあ、先ほどの国芸とかと同じような何ですか、特徴はあるんですけども、見た目としてはもうだいぶ違いますね。で、特徴的なところとしては、この白い部分ですね。この白い部分のことを、この白い部分の幅、白い部分の幅のことをバンド幅というふうに呼ぶんですけども、このバンド幅が非常に広い、まあ、成長するというような感じですね。でなおかつ、巨子の白さが真っ白なので、かなり遠くから見ても、まあ、特徴的というか、まあ、映えるような形の、まあ、そういった特徴がある品種で、まあ、かなり人気がある品種でございますね。こちらもで、あと自分の好きなところとしては、このラインですね。この葉っぱのラインのところも結構綺麗でして、なんていうんですかね、この巨子のトップスパインのところから
S 字に曲がっていくようなこのラインのところが結構好きです。はい、 SAD でございました。はい、続いてはこちら、白ひげという品種になります。こちらはですね、まあ同じく丹波で肉厚むっちりタイプではあるんですけれども、これの特徴はね、なんだろうね、他の、あの先ほどの品種と比べると、まずサイドの挙手ですね、この辺りがかなり特徴的な、サイドの挙手が長いっていう特徴が出ていますね。あとは SAD と同じくバンド幅ですね、バンド幅も結構広いタイプになっております。で、葉っぱは幅広でかなり丸みを帯びたような形ですね。で、まあ肉厚タイプではありますが、まあボール型にかなり近いような形状をしておりまして、全体的なフォルムとしては、まあボールでもあり広がってもいるみたいな、ちょっとそんなような感じの株になっております。まあ自分としてはすごく大好きな株なんで、これはおすすめの品種でございます。はい、もうムチムチですね。はい、白ひげでした。続いてもムッチリタイプで丹波のものですね。こちらはマガンと言います。ママルと呼ばれる方もいらっしゃいますが、私はマガンというふうに呼んでおります。まあ、先ほどのですね、先ほどの国芸とかと比べるとまたちょっと違った形にはなるんですけれども、まあ、同じく、むっちり丹波でなおかつ内巻きになっていて、まあ、ボール型になりそうな感じですね。このまま育っていくと、まあちょっと自分のはそんなに大きくないので、なかなか、まあ、特徴を表現するのもあれですけど、かなりこちらの株に関してはマガンの特徴が出ております。特徴としてはこの、特にこの挙手の部分ですね、挙手の部分がしっかりと長くて内側に入っていくような形の形状をしているので、まあ非常にですね、挙手の特徴で、まあかっこよく見えるなというふうに思います。続いてこちら CJ9 ですね。こちらはシエラ系というふうに呼ばれていて、まあよくアガベの品種でシエラミクスティカっていうふうについているものがあるんですけれども、まあシエラミクスティカというのはですね、場所ですね、場所の地名のことを指すんですが、そのあたりでよくあるアガベの形みたいな、そんな総称で呼ばれております。シエラ系というふうに呼ばれておりまして、まあ、特徴としてはですね、非常にコンパクト、形が小さいタイプになります。私も小さい形状のアガベが非常に好きなので、こういったものはもうめちゃくちゃ好みではあるんですけれども、 CJ9 も同じくこういった小さくて、かなり小さくまとまっているような品種でございます。これはまだまだちっちゃいんでね、特徴も完全にできてはいないんですけれども、この小ささで、このまとまり具合でこんなに美しい見た目をしているので、この先も非常に楽しみな一株でございます。本当に小さいですよね、これ。こちらが CJ9 です。あと特徴としては結構小株が吹きやすいっていうのもありますね。今現在もですね、下のこちらのところに小株が出ているんですけれども、この葉っぱと葉っぱの間に出やすいっていう特徴もございます。続いて、パンジンになります。パンジンとか、もしくはバンジンというふうに呼ばれております。こちらは先ほどの国芸と同じような形をしておりまして、そうですね、国芸よりももっともっと美しいというふうに自分では思っております。まあ、葉っぱの形状に関しても国芸にかなり似たような形にはなりますが、全体的なフォルムとしてはですね、本当に丹波で肉厚でボール型にまとまってくれるというところで、非常にかっこいい形状をしております。これが育成によるものなのか、まあ、もしくはこのネームドの
特徴なのかっていうところまではちょっと分かりかねるんですけども、うちのこのパンジンはもうむちゃめちゃかっこいいですね。本当にどこに出してもいいぐらいのかっこよさを持っているので、すごくお気に入りの品種となっております。まあ、挙手の特徴がね、そんなに、なんて言うんだろうな、すごく挙手が長いとか暴れてるとかそういうところはそんなにはないんですけれども、全体を通してみるとめっちゃかっこいいと、まあ、コンパクトにまとまっていて、ボール型というところですごくお気に入りの株となっております。続いてフィリグリーという品種になります。フィリグリーに関してはこの挙手の長さ、挙手の数ですねが非常に特徴があるネームド品種でございまして、今ここに2つあるんですけれども、ちょっと育て方を変えております。こっちはもう水をじゃんじゃんあげて葉っぱの数を増やしていくっていう育て方をしてまして、こちらに関しては水のあげの頻度をやや落とし目で、まあ、結構今締めて育ってるっていうような形ですね。特徴としては本当にもうパッと見ですぐ分かるようなこの挙手の数ですね。サイドの挙手の数がもう本当に非常にたくさんあるので、パッと見ですぐにフィリグリーと分かるかなというふうに思います。まあ、これも見た目で覚えやすい品種ですね。これも葉数が増えるとですね、非常にかっこよくなるので、金額としてもそこまで高くないネームドなので非常におすすめでございます。続いてはこちら、レッツエンという品種になります。今結構大きめの株を2つお見せしてるんですけれども、こっちがだいたい1年、数ヶ月ぐらいかな、1年半も経ってないぐらいの株で、こっちはもともと大株のものを買ったものになります。レッツエンの特徴としては、別名ですね、逆差しというふうに呼ばれておりまして、この挙手の部分がですね、通常このサイドの挙手が通常は、まあ、内側に巻く内側方向っていうのかな、トップスパイン側に、巻くような形で生えているのが、まあ、普通なんですけども、このレッツエンに関しては、まあ、逆向きですね、逆向き、まあ、下向きの方に生えているので、まあ、逆差しっていうふうに呼ばれてるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあそういった形ですね。まあ、特にそのトップスパインが長いとか、うねってるとか、あと挙手がまあ暴れたりとかっていうような、まあそういった華やかな特徴はないんですけれども、まあ、結構バランスがいいタイプのアガベになりますね。で、あと小株がかなり吹きやすいですね。今こっちの右側の株に関しては、ざっと見る限りでも3株ぐらい見えていて、で、こっちの株も、まあ、過去にもう多分5株ぐらい小株は取れてたので、かなり小株が吹きやすい品種かなというふうに思います。続いてはこちら黒サイですね。黒サイに関してもレッツエンと同じような形で、まあ、逆差しと呼ばれるような、挙手のサイドの挙手がですね、逆方向に曲がってるようなタイプでして、こちらも、まあ、こんな感じで挙手が展開しております。まあ、レッツエンと違うところって言ったらいいのかな。まあ、ややあの挙手のサイドの挙手が結構特徴的で、まあ、いろんな方向に暴れたりとか連心になったりとかで非常に見応えがあるようなタイプの株になりますね。こちらも非常にバランスが良くて、全体的に、まあ、ボール型ではあるかなというふうに思いますが、ボール型になりつつも、まあ、ちゃんとサイドというか広がりを見せているような、なんともバランスのいい株になっておりますね。こちらの株も結構、小株が吹きやすくて、これも全部で5株ぐらいかな。この大きさはまだ中株ぐらいなんですけど、5株ぐらい、小株が出ているので、結構小株が吹きやすい品種なのかなというふうに思います。続いてはこちらの2株ですね。まあ、ちょっと今の現段階で少し形状が似てるので2つお見せしてるんですけども、2つとも全然違う品種になります。こちらはですね、羽毛という株になります。まあ、フェザーとかっていう風に英語では書きますね。こちらの株に関しては、まあ、非常にこちらもバランスよく育っていくような形の株になってまして、
まあ、鋸歯がですね、細くて長くて、均等に鋸歯が配置されているような、そんなような株でございます。こちらはグレートビーストという株になります。こちらもですね、羽毛と結構似たような、今、鋸歯の形状をしているので、まあ、近しいような株なのかなというふうには思うんですけれども、成長した大きめの株の姿に関しては、結構差が出てくるというふうに思います。ちょっとその成長した姿は今ここにないので、お見せはできないんですけれども、まあ、割とこの2つ結構似てるなというふうに思ってちょっとお持ちしました。まあ、どっちもバランスよくて非常に見応えある株になります。続いてまた似た種類の株をお持ちしているんですけれども、この真ん中の株が海洋ですね。で、こちらも海洋になります。この2つが海洋ですね。で、こちらが、老人という株になります。老人とか老人とかっていう呼び名がありますね。はい。この2つかなり似てるんですけれども、特徴としてはサイドの鋸歯の形ですね。かなりうねうねしてる。まあ、なんていうのかな、細かくうねうねした鋸歯が出てくるっていうような特徴がある株になります。まあ、細かく見るとね、老人と海洋って、まあ、見分けがつくんですけれども、初めての人が見ると結構この2つは似てるので間違いやすいかなというふうに思います。まあ、老人は老人の良さが、海洋は海洋の良さがあるって形ですね。まあ、これも大きく育てると非常に見応えが出てくるので、育っていて楽しい品種になるかなというふうに思います。で、こちらはまだ小さい時の海洋ですね。まだ現状その細い特徴ははっきりとは出てないんですけれども、これから出てくるような形になります。ちっちゃい姿でも、まあ、すごく、なんていうんですかね、ちっちゃくコンパクトにまとまってて、形のバランスも非常にいいですよね。はい、ということで、いくつかの品種をご紹介させていただきました。と、まあ、今回はですね、私が持ってる株の、まあ、その中でも結構特徴が出てきた株のみを紹介したので、まだまだ数、種類数は少ないんですけれども、まあ、ある程度ですね、そのネーム度によって、まあ、特徴が結構違うんだよってところをお伝えできればよかったかなというふうに思っております。まだ自分の持ってる株も育成途中であったりするので、まだ特徴がはっきり出にくいものもあったり、晩生型と呼ばれるような結構、年数経ってきてから特徴がしっかり出てくるものもいるので、まあ、なかなかそこまで育ててない株もあったりするので、特徴をお伝えしづらい部分もあったかと思いますが、まあそうは言ってもですね、いろんなネーム度を比べてみると結構やはり特徴が全然違うなというふうに思っていただけると嬉しいなというふうに思ってます。初めて見る方はね、全部一緒やみたいな感じで見えるかもしれないんですけど、まあ、細かく見ていくと、あ、この株はこういう特徴があるんだな、これがかっこいいんだなとかっていうところが分かっていただけるといいかなというふうに思います。はい。まだ私の持ってる株の中でも全然、育成スタートしたばっかりの株とかもいるので、そういった株も今後ご紹介できたらいいかなというふうに思っております。というわけで今回は、アガベの、オテロイチタノタのネームドの品種紹介ということで、アガベデータベースということでした。では以上となります。ありがとうございます。